シーザーを捕らえることに成功した一味は海賊同盟を結んだローの策に従い、ドフラミンゴが治めているという王国ドレスローザへ向かっていた。その戦場でローはデンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかける。シーザーを返還する代わりにドフラミンゴは七部会の座を降りる。それがローの示した条件だった。ローの狙いはドフラミンゴが持つ人造悪魔の実スマイルの製造工場を破壊し、その実を大量に買い込んでいる四皇カイドウの戦力拡大を阻止すること。そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、その間にドレスローザのどこかにある工場を見つけて破壊するというのがローの示した作戦だった。そしてドフラミンゴとの交渉から一夜明け、取引の成否が明らかとなる。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ドフラミンゴ七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、お王位、王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ、奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟、ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ、作戦を進める。ガチャ。俺だ、七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるもの、俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しいね。成長したお前といっぱいつらい。ガチャ。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザ。フラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。よっ、
分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの手下から情報を聞き出してみるか。貴様らは麦わらの一味、ドフラミンゴ様に手出しはさせねえぞ。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かうぞ。スマイル工場について教えろ。工場？そんなもん街中にはねえよ。これは船番だ。ドフラミンゴが来るんだろう。あんまり気が進まないけど。あいつらを倒せばボーナスが出るらしいぞ。今度ほうしたっただ。さっさと倒せ。スマイル工場はどこにある？僕は知らねえが、秘密の工場が地下にあるらしい。余裕でいられるのも今のうちな。
の意地じゃねえのかよ。これからだ。私の場所だ。
より強そうだな。時間だ。じゃあな、麦わら。時間か。これといった手がかりはつかめなかったな。おがむの！いいの？これで終わりだ！ウェザーエッグ！サンダー！おいロー、こちらサンジ。クロアシアか。工場は見つかったか。それどころじゃねえ。よく聞け。すぐに外を離れるんだ。何言ってやがる。これからシーザー引き渡しだ。ドフラミンゴは七部会を辞めてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。手遅れだ。ジョーカー、俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできる奴がいるとするなら天竜人くらいのもんだ。お前、まさか。もっと根深い話さ、ロー。とにかくお前を殺したかった。お前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん、七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。嘘だろ。隕石？冗談じゃねえぞ。おい、ああ。
水の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンブルズ。シーザーを連れて逃げろ。妙な真似したら心臓を握りつぶしちゃうからね。どうか助けて。子供のエレファントカトリック。ジトラ、シーザーは俺の部下だ。心臓を奪い返してくれねえか。七部会に協力するのは海軍としての筋。逆転野将。見せてやるよ、三刀流の極意をな。
かあがいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。違うぞ。してくれるかい？
が。お前らさえやりゃ、俺も晴れてファミリーの幹部だ。魔球戦部。集合場所を確保しとけ。核の違いだってのか。魔球サニー号に戻るぞ。らしいぞ。おもちゃの家だな。よっから工場に乗り込もうぜ。よし、行くぞ。
フラミンゴ様が話したいってよ。ほら。そんなところにいていいのか、麦わら。お前の欲しがるものがコロシアムにあるってのによ。ミンゴ、俺の欲しがるものってなんだよ。まあ聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力、メラメラの実だ。エースのメラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活したメラメラの実を俺は手に入れたのだ。欲しいだろう、麦わら。兄貴の片身みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺欲しい、メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん、ありがとうフランキー。行ってくる。手に入れてやる。麦わら屋を誘い込む罠だろう。あの身を敵に食われたらまずい。俺は勇敢なる海の戦士。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。これで片付きそうだ。あらら、派手にやってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。この男はもう海軍を辞めているはずだ。なぜここに。ここにある工場を潰しに来たんだが、どうやらお前たちも同じみてえだな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。青木じ、何を考えている。俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい。こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。
わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。海軍が出張ってきてる間はドフラミンゴも派手な真似はできねえだろう。こっちに地下通路がある。そこから工場を奇襲しなさいや。ゾウをぶっ壊しに行くぞ。行きましょう。ゴゴゴゴー、レッドゴー。じゃ、工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。これ以上増援を呼ばれたくねえな。でんでん虫に凍ってもらうか。久しぶりだな、麦わら。プル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 、ガチャ。うん、そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな、ゼハハハハ。メラメラの実は、うちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィーハッ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 ハここに奴を頭上に近づけるな。グローアップ、アイスブロック、フェザント、エヴァンドガン。ショーもいよいよクライマックスだ。ギトラ、麦わらたちを討ち取れ。
加勢するように上からも言われてるからね。している稲が好機だ。備えろ。またの機会にしとくよ。工場の破壊には準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。工場に近づく敵は残らず蹴る。フラミンゴの動きが気になるな。周りに気をつけろよ。よし、偵察に行ってくるぜ。
久しぶりじゃねえか、麦わら。海軍を追っ払うとはやるじゃねえか。お前、黒ひげ。てめえの力、2年前の日じゃねえな。覇気も段違いだ。この2年、どこで何してたんだ。うるせえ。チャンピオンのやつはどこ行ったんだ。エースのメラメラの実を返せよ。ありゃ俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえにやる義理はねえ。ドフラミンゴか。どういうことだ。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ジャハハハハ。麦わら、てめえは住んでのところでいっつも生き延びてきた。だが今日という今日はそうはいかねえぜ。麦わらの一味はここで潰す。黒ひげ、お前もミンゴもまとめてぶっ飛ばしてやる。出させねえよ。ゼハハハハ。ゴゴゴゴゴ。エレファントバトリング。やべえのが来てるじゃねえか。メラの実は手に入れてやるぜ。あいつ、あんなところに。絶対に逃がさねえぞ。大将は撤退したのか。俺たちはどうすりゃ。海兵どもはもう用心だな。あいつらは少し知りすぎた。手を塞いでおかねえとな。やめろ。俺の方が勝手に魔獣戦。動かねえ野郎だ。魔獣戦。魔獣戦。エレファントマン。
これで終わりだ。一刀流大進化エレワットガン。久しぶりだな、ルフィ。ルフィ、話は後だ。まずは目の前の敵を倒しちまおう。革命軍のナンバー2の登場か。楽しくなってきやがった。この野郎、メラメラの身を落ち着けよ。お前らが工場を守ってくれる約束だろ。兵力ってやつを見せてやろうか。これで終わりだ。一刀流
いの。メテオ。まさかこの俺を倒せると思ったんじゃねえか。革命軍として、いや兄として、お前を見過ごすわけにはいかない。エースを裏切ったお前を俺は絶対に許さねえ。姿勢がいいのは口だけか。さすがに強えな。俺が、俺には勝てねえ。決して折れない。予想以上に手強いな。簡単に勝たせちゃもらえねえらしい。奴がいるなんて話が違うじゃねえか、ドフラミンゴの野郎。黒ひげは引いたか。これで残るはドフラミンゴだけだ。やっぱサボは強えな。おい、お前と麦わら屋はどんな関係なんだ。ルフィは俺の弟だ。よろしくな。弟だと？革命軍のナンバー2と麦わら屋が兄弟。サボもエースも俺の兄ちゃんだ。子供の頃に3人で修行してて、最初に海に出たのがサボなんだ。ずっと死んだと思ってたのに生きてたんだな。サボと一緒に戦えるなんて嘘みてえだよ。立場や目的は違えど、目の前の敵は同じだ。さあドフラミンゴを倒しに行くぞ。邪魔者は消えたな。工場を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。うめえ。よっと。工場が消されたんじゃ、
この国にはもう用がねえ。誰一人生かしちゃおかねえよ。この場に残っているものは全て消してやる。別攻撃か。やるぞルフィ、フラミンゴをぶっ飛ばせ。魔球戦、誰一人生かしちゃおかねえよ。あいつ自分の手下まで操ってんのか。操り人形はいくらでもいるぞ。さあおとなしく消されろ。俺の邪魔はさせねえ。消えろ。
本気を出そうか。それならどうだ。仲間がいる限り、俺は負けねえ。俺の糸からは逃れられねえ。一刀流ガイナアイスブロック不走剣そろそろ終わりにしてやる。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。ドロー。しまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。
やってくれるじゃねえか。まあいい、勝ちはお前らに譲ってやる。ミンゴ待て。クジトラ。四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。いや、悪い。俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え？もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何？またすぐにどこかで会えるさ。お前ら、ルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手焼くだろうが、よろしく頼むよ。サボ！サボ！まただ！サボ！サボ！あいつ、
いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わら屋、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。分かった。じゃあトラオ、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたし、麦わら屋、いいだ、もう少しだけ付き合ってやる。待ってろ、四皇。待ってろ、シャンクス。海賊王に俺はなる。
切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。待ってるぞ、ルフィ。